どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 SBI 証券と東急カードがですね、クレカ積立をですね開始するっていうのを発表いたしまして、結構前にですね SBI 証券と三井住友カードがですね、このクレカ積立っていうのを開始しましたよね。でその時にですね解説動画ね作らせていただきまして、私はですね、まあキャンペーンねもう終わって、今はですね先日ねポイントサイトで発行したこちらの三井住友プラチナプリファードで今 2% 還元を取りつつですね、このクレカ積立っていうのをねやっているんですよね。で今から始めたい方もね、この今ねこの三井住友プラチナプリファードっていうのはもともとこれね年会費3万ぐらいする高いクレジットカードなんですけど、一応プラチナカードなんですけども、こちらね今ね初年度年会費無料で、またねポイントサイトにもね案件が、ね、今1万円分ぐらいあるのかな、ありますので、気になる方はですねぜひ初年度年会費無料で1万円のねクレジットカードっていう風になりますんで、かなりおすすめなんでね。であのクレカ積立でもね 2% か取れますんで結構おすすめなんですけども、まあこれのようなね話がですね今度は東急カードでね始まるということで、こちらについてですね今回の動画でね解説やっていきたいと思います。ということで今回ですね SBI 証券と東急カードですね、このクレカ積立が発表があったんですけども、最大還元率がね 3% 還元っていう風に発表はされてるんですよね。で発表はされてるんですけども、全部がね発表されているっていうわけではなくて、ちょっと一部がね発表されておりまして、まあこちらでですね今回解説ねしていきたいなと思うんですけども、このねサービス提供自体はですねホームページにこういった形でね表がありまして、2022年の4月からね利用することができるということで、東急カード経由で SBI 証券にですね新規口座開設された方、またですね SBI 証券にすでにもう口座を持っていて、東急カードの金融紹介サービスへ手続き変更をね行った方ということで、まあこういった方はですねこちらのサービスが利用することができて、詳しい内容がねこんな感じで記載がされております。でまあ、対象となるお客様っていうのはですね、今話しさせていただいた部分で、対象商品がですね SBI 証券が取り扱う積み立て買い付けが可能な投資すべてということで、使用可能なクレジットカードが東急カード発行しているクレジットカードで、預かり区分が特定一般 NISA、 積み立て NISA、 ジュニア1 NISA は対象外で、積み立て金額が100円から5万円までということで、まあこの下はですね、まあちょっとその細かい話はね書いている感じなんですけども、一応ね100円から、利用することができます。でクレジットカード決済のね、ポイント加算率なんですけども 0.25% から最大 3% 還元っていう風になってるんですよね。でですねこの最大 3% 還元の内訳なんですけども、こんな感じでね書いてありまして、通常ポイントは 0.25% で、一番下見ていただくと東急カードによる繰り積み立てで 0.25% ということで、 0.5% 還元は取れるっていった形になるんですよね。でこれ以上上げようとするとですね、ゴールドカードを保有する、もしくは東急ロイヤルクラブメンバーステージっていうのを上げないと、まあ、これ以上ね加算されないっていった形になるんですよね。でこれ以外にもね加算上限はあるらしいんですけども、この部分はですねまだね公開されていないっていった形になるんですよね。でゴールドカードにするとですね 0.75% ね上がるわけなんですけども、まあ、ゴールドカードね、こちら年会費調べたら年間6000円ぐらいするねクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、ここは入ってこないかなという風に思うんですよね。年会費払ってたらねあんまり意味がないと思うんで、ってなるとこのね東急ロイヤルクラブメンバーっていうのがね入ってくると思うんですけども、こちらもね簡単に調べたところだとですね、あの東急のサービスをですね3つ以上利用していただくと、ちょっとここに画像を出しておきますけども、シルバーステージにあって、5つ以上ね利用していただくとゴールドステージになって、7つ以上利用するとクリスタルステージで、9個以上利用するとプラチナステージということで、これねカウント対象になるねサービスを見たんですけども、簡単にね達成できそうなものは、まあ、いくつかあるんですけども、まあこれね3つ以上いかないとこのシルバーステータスっていうのにね行くことができないんですよね。ですのでまあ多分ね私が見たところだとそんな簡単にねこのシルバーステータスにねできるものはなさそうなんですけども、もしね私の動画のチャンネル見ている方でこの東京ロイヤルクラブのねあの簡単な上げ方みたいなのね知っている方ねいらっしゃいましたらですね、ちょっとコメントいただきたいなと思うんですけども、まあ、定期の購入とかですね、あと株保有しているとあの1カウントねしてくれたりとかね、そういうのがあるんですけども、まああの
そういうのをね利用してない、まあ、定期とかって東急電鉄なんですけど、まあ、これパスモが使えるところになると思うんですけども、そうすると東京都内じゃないと多分ダメだと思うんで、そうなってくるとですね、この3つのカウントを上げるのね結構難しいんじゃないかなっていうふうに個人的に思うんですよね。で次にですね、今回この SBI 証券と東急カードということで、こちらのクレジットカードがね気になっている方いらっしゃると思うんですよね。これこちらは ANA 東急クラブ級クレジットカードなんですけども、まあ、東急ルートってやつですね。今年の3月末でですね、この東急ルートっていうのは、あの東急ルートっていう、まあ、この東急のポイントからこれ ANA マイルに交換できるね、 75% で交換できるポイント制度が利用できるのがこの東急カードなんですけども、3月まではね、あの他のポイントサイトからこの東急ポイントっていうのは交換できるんですけども、4月以降はですねもう交換できなくなるんですよね。ですのでまあ事実上ね閉鎖っていうふうに言われてるんですけども、このカード自体がね別になくなるわけじゃないんですよね。で今回東急カードで SBI 証券でクレカ積み立てできるということで、最初ねこのニュースが入った時に、おこの東急カードでこれでねクレカ積み立てができて、なおかつ 75% で ANA マイルに交換できるんじゃないかみたいな、まあ、そういった感じでね私も思ったんですよね。でこれね調べたところによるとですね、まずこの表をね戻っていただきたいんですけども、まずね使用可能なクレジットカードっていう欄にですね、東急カードが発行しているクレジットカードって記載がありますよね。でこの時点でですね、これもうダメなんですよ。このクレジットカードね、東急カードなんですけども、これ発行してるのね三井住友カードなんですよね。東急カードが発行しているクレジットカードではありませんので、まあ、残念ながらですね、この SBI 証券とこの東急カードでねクレカ積み立てっていうのは始まるんですけども、まあ、これでね利用したところでこのねポイントは取れないっていった形になるんですよね。で今回ねこれに参加されたい人はねどうするかっていうと、東急カードにですね、また新規でね申し込みしていただくっていった形になるんですよね。で注意していただきたいのが、まあこれを東急カードをね持っている方で、まあ、東急カードね別に普通に申し込みしますよね。でこのポイント、東急ポイントの固めたポイントをこのクレカ積み立てで、でこっちのポイントにね合算して 75% で ANA マイルに交換するみたいな、まあ、ちょっと私ねそれも考えたんですけども、残念ながらですね、この東急カードに貯まったポイントを ANA 東急クラブ級カードのね東急ポイントに合算するっていうことはですねできないそうなんですよね。一応デスクの回答ではねそういう話でしたので、もしねこの SBI 証券と東急カードのねクレカ積み立てをねされたい方は新規で、ね、発行していただいて利用していただくっていった形になるんですよね。で次にですね、この東急カードをね新規に発行して、まあどれぐらいねポイントが取れるのかっていう話なんですけども、まずね東急カードがね発行しているクレジットカードっていうのは、最低でもね初年度は年会費無料なんですけども、2年目以降ね1100円の年会費がかかるねクレジットカードしかないんですよね。ですので年会費無料のねクレジットカードがないんですよね。ですので1100円のね維持費がまずねかかってきてしまいます。で先ほどのねこちらの表なんですけども、通常ポイントが 0.25% でクレカ積み立てによる実施で 0.25% ということで、合計するとね 0.5% 還元っていう風になりますよね。で月々にね積み立てられる上限が5万円までっていう風になっておりますんで、これを計算すると1月ね250ポイントが取れるっていった形になっておりまして、まあ、これがね12ヶ月で3000ポイントということで、東急カードでねクレカ積み立てして、まあ、この表ねまだあの全部は公開されてないわけなんですけども、取ろうと思えばですね年間1100円の年会費を支払って年間3000ポイントがね取れるっていった形になるんですよね。まああの東急ポイント自体はですね ANA マイルとか JAL マイルとかにもですね 50% の交換率で交換することができることはできるんですけども、まあちょっとね年会費が1100円ね、もともと初年度はかかんないんですけども、2年目以降ねかかってきてしまう部分がありますので、まあ個人的にはですね、あの年会費がね2年目以降にはなりますけれども1100円がね必ずかかってきてしまって、まあ
回収できるのはね3000ポイントということで、まあ、ANA マイル JAL マイルに交換すると1500マイルっていう風になりますんで、まあ一応ね1100円払って1500マイルね回収できるんだったらまあいい方なのかななんていう風に思うんですけども、まあ、東急カードね新たに発行しなきゃいけないっていうのと、まあ、SBI 証券のね口座を持っている私みたいな人はねまだハードル低いかもしれないんですけども、まあ、SBI 証券もねまた発行、まあ、口座開設ねする必要がありますので、まあ、ここのねハードルが超えられる人はですねいいのかなというふうに思うんですけども、ひとまずね全部がねまだ公開されてなくて、この表のねその他の加算条件っていうのがもしねもうちょっといいのであればですね私もね検討していきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとね今の状態だとねちょっと厳しいかなっていう感じですかね。まあこの三井住友プラチナプリファードで今 2% 還元でやってることはやってるんですけども、これもね1年間しかできないんですよ。というのもこれ初年度年会費無料で2年目以降はね3万円ぐらいの年会費かかるクレジットカードっていう風になりますんで、まあ2年目以降ねするかしないかっていうと、まあとりあえずこのカードでは絶対できないんで、まあ取れても 0.5% 還元なんですよね。ですのでもしねこの SBI 証券のがすごい条件が良くてですね本当に 2% とか 3% とか取れる量であればですね、まあ可能性は低いと思うんですけども、まあそういったことがあればですねちょっと検討していきたいなっていう感じ感じですかね。まあひとまずねこの加算条件にどんな感じでね入ってくるかっていう次第でね決まってくるかなっていう感じになりますかね。ということで今回ですね SBI 証券と東急カードはですねクレカ積立をね開始しましたということで解説ねさせていただきましたけども、どうですかね。まあ1100円で3000ポイントって聞くとね、まあ、そんなに悪くないのかなと思うんですけども、まあでもどうですかね。この三井住友カードとやった時はですねやはりナンバーレスとかね年会費が絶対かからないクレジットカードでもクレカ積立ねできたっていうのもねすごい良かったですし、まあ、スタートアップキャンペーンでねレートが上がったっていうのと、またね三井住友カードということで ANA のねクレジットカードでもこれやることができますので、まあ新しくねクレジットカードを発行してっていうのはねちょっとハードルが高いかなっていうところですかね。まあひとまずねまだ全部が公開されてないんでね続報をね待ちたいと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。